の野球なんかね、有料だった。私アベマ有料入ってないから、入っちゃらんか、アベマプレミアム入っちゃらんから見れませんでした。野球野球と思ってアベマ開いたら見れんやった。ショック。テレビでアベマ見れるから見ようって思ったのにね。もう終わりました？野球。そう、ツイッターで見た、岡本選手がホームラン打ったの。ショック。多分見れないと思うよ。ですね。あれ？これはいつ？これ宮崎キャンプか。大谷のホームランすごくない？大谷選手今日出たと？出ていいと？ん？ほっぺ言わんでよ。なんか昨日からさ、めっちゃ調子悪いんですよね。これ何の問題なん？なんで？昨日からめっちゃ調子悪いです。ほっぺかわいいなんてさ、嘘だ嘘だ。気になっちゃって触っちゃった。いつもいじんないように気をつけてるんですけどね。動いた？ただいま。今限定チャームポイント。見ないでください。あ、ファンミかな？なんか見たかも。なんかツイート見たかも。あ、ファンミ言ってる人多いぞ。潰してあげようか。絶対にやめてください。あ、もう自分で潰しちゃったのでね、どうしようもないです。劇場には行ったの？まだよ。8日に劇場公演あるので、8日には行くよ。新しいイヤホンしながらお買い物？いいね。イヤホンしながらお買い物するの？あやちゃん。ヤッホー。ポニテのチェック？今日ポニテじゃないわ。ヤッホーあやちゃん。ポニーテール。タッタタッタトン。君が走る、僕が走る。砂の上。ハーフアップチェック。ハーフアップ全然してないわ。ヤッホーあやちゃん。お疲れ様でした。寝る準備に入りました。やめてよ。こんばんは。あやちゃんは今日は夜勤？一部ファンミ開始する前から暴走？全然話が分かんないよ。してなかったので帰ります。やめてください。もう時期過ぎたけどやっと受け取れるねって。なんだろう、楽しみ、嬉しい、ありがとう。浩平さんと私はほぼ帰る。やめてください。ダメだよ、みんな髪型で決めちゃう。どうもどうも。仕事終わってる？
今日はバタバタでしたって。おお、何？今日は何したと？なんか今日はさ、薄紫着てる上にメイクもしてないので、なんか薄いね、全部。宮崎ピッキーもニット着るには暑いって。1枚やったらいける。あ、でも日によるかも。でもあったかくなるんかな。日によるよ、全然着れます。まあ着れる。ねえ、油断して丸々抜いてたら始まってたって正直やな。お話し会サイン届くのめっちゃ楽しみって。嬉しい、ありがとう。東京は上着着ちゃったら暑かった。東京ってもう、東京さ、どういう服装で行けばいい？どういう服装で行けばいい？昨日服買うの、ニットかブラウス迷った。おお、どっちも着れるわ。今日は入浴やって、フロアを見るという二刀流。すごい、入浴してすごいね、頑張ってるよ。頑張っちゃう本当に。こういう服装、どういう服装よ。そんなツアーマンも知っての通り、私正直者なんて、もう正直者すぎて困っちゃうぐらいに正直者。いいと思います。ニットにワンピース、あ、に、ん？ニットワンピぐらいでいい。なるほど。じゃあ上着はいらない？コートとかダウンとかいらん？今流行りの二刀流。そうね、大谷翔平選手。今日は暑すぎて頭痛くなったって。そんな暑いんや。え、じゃあさ、コートとかダウンいらない？東京行くとき。でも確かに宮崎でもさ、なんか最近ダウンとかコート着ると暑いんですよね。キャンプの時もさ、ダウンとか着て行ったけどさ、めっちゃ暑かったんよね。で日陰寒いやん。来週は4月ぐらいの陽気ってことは、ダウンもコートもいらんかな。朝でもダウン着ちょらん？え、どういう服装？コートダウンは今日の気温は暑かった。なるほど。この時期多い。じゃあニット着るのはもうニットだけとかがいいってこと？じゃあ上着いらんねん。え、上着いらんやったら、待って、ヒートテックいる？じゃあ今日は30分。この前ダウン着て東京行ったら暑くて、夜はあってもいいかもだけど、そう、夜よ問題、夜。服装だけではなく髪型、ポニーテールがちょうどいい。めっちゃ面白い。ニットとミニスカ、ミニスカ寒いんやない？夜冷えるよね、よね、よね。夜冷えるならコートかダウン。コートとダウンやったらどっちいる？朝は上着いる。じゃあ朝と夜は上着いるんやんね。やっぱハーフアップがいいと思います。こんばんは。さあ、じゃあミニスカ着る？着ません。着ません。
来ませんよ、私服じゃ。コートでいい、コートでいいのか。なるほど。ヒートテック持ってる私としましては、ヒートテックちゃった。うん、薄めのダウンもちろん取って、ユニクロのとか。あ、薄めのダウン、何、写真に載せてるダウンはある。うん、あとなんかちょっと色の違う、生地の違うダウンもあるけど、もう俺もどっちも暑そう。ユニクロの小さくまとまれるやつね、あれね、お家に1個あるけど自分のじゃない、自分のはないっちゃけど、ある。やっぱあれいいんか。なるほどね。あれあったかいんかな。うん、かほちゃんやっほー、元気。ウルトラライトダウン、うん、それかな。なんかあれよね、バッグにもつけれるみたいなやつよね。まあ人によるよね。でヒートテックいるんですか、いらないんですか、皆さん。もうヒートテック暑いかな、あっち。ヒートテック来たら、ヒートテックなんだろう、ウルトラライトダウン、なんかウルトラマンの技の名前。確かに持っていって損はない、持っていって損はないってことは持ってきてってことですね。うん、わかりました。アウターを減らしたいならヒートテックでいいと思う。なるほど、アウター持っていかんならヒートテックね。迷うね。薄着するならヒートテック、厚着するならいらん。あー、なるほど、ヒートテックはもう着ない。ふう、困ったもんじゃ。日差しあるからヒートテック厚い。わかる。日差しある日さ、めっちゃヒートテック厚くない？待って、雨降る来週どう？雨降る、もう自分で調べなさいっていう話なんですけど、来週雨降る？パーカーで過ごせる季節になってきた。うん、バイク乗るときはまだヒートテック必須。うん、まあ風強いもんね。確かに。そもそも調べてください。そりゃそう。え、6度？最高19度。暑っ。熱。サンのスニーカー何が好き？スニーカー？え、スニーカーですか？ニューバランス。あ、あとね、ナイキ履いてみたいよね。そう。履いてみたいっていうより久しぶりに履きたい。通行人にすら風避けさせられるマッチさんの気持ち分かりますって分かんない。そう、確かにトムさん分かりそう。うん、来週雨降るかな、降んないかな、降んないかな。天気。え、雨やん。
降るじゃん。いや降んないか。いや降る日と降らん日があるね。でも降んないかな。20度21度。うん、ちょっと待って。20度やって。暑いね。暑いね。あちちちち。暑いですね。お母さんが久しぶりじゃん。元気しとっとってですってって。え、あやちゃんママ、あやちゃんママ、ママお隣におる？ママ元気だよ。元気？嬉しい。めっちゃ久しぶりに会えた。ね、久しぶりがすっぴんって最悪だね。うん。雨降ったら傘を買えばいけます。確かにそうね。ウランちゃんおめでとう卒業。見たよ。少しぐらい寒くても気合でなんとかなるんじゃないって。もう春だしって。そうね、春ですね。もうでも上着いる。じゃあいない？上着。レンタル傘なんてあるん？レンタル傘？あ、ホテル？ホテルはどこでも貸してくれるね。隣におる？ママ。じゃあ今日ママご飯？先生との写真集めっちゃ幸せそうやった。しかもさ、先生が可愛すぎてビビった。うん、あんな可愛い先生すごい。あれ養護教諭の先生？保健室の先生？県外出るときは常に折りたたみ傘持ってる。えらい。私は極力荷物を減らしたい派なので、雨降んなかったら置いていきたい派です。でもなんか雨降りそうって思ったら絶対持ってくよ。今日はお寿司食べに行った。いいね、めっちゃいいやん。うん、降水確率ゼロだとしても持ち歩く。すごい、私より偉いね。1年生の時の先生めっちゃ可愛いやん。やばっ、やばいね。え、かわいすぎる。え、喧嘩したのは、ウランちゃん喧嘩したのその先生？マジでかわいかった。マジでかわいい。うん。サードは傘ではなく、シュシュを持ち歩いてほしい。気をつけます。ナッツンさん、お花ありがとう。サーノはトムさんの卒業何歌うの？見えるわけないじゃないですか。楽しみにしておいてください。あ、喧嘩したの保健室の先生。なるほど、じゃあ1年生の時の先生は仲いいんやね。うん、ね、傘ない時は言ってよ、私の横に入れてあげる。で、ね、傘に傘入れてもらうためにさ、マサピさんは何時間かけて私のとこに来るの？あ、会社に置き傘。うん、なるほど。いいね。確かになんか車とかさ、そうね、自分がよく行く場所とかに置き傘してあると確かに便利やね。ふう。感謝の気持ち伝えたら爆泣きして、先生もうるうるした。いい子。これから家に帰るからお先に失礼しますって。ありがとう、あやちゃんもあやちゃんママも。
気をつけて帰ってね。葉っぱの傘です、トトロやん。サーノに呼ばれたら行くしかないし、もう待ちくたびれちゃうよ。そんな瞬間移動してくれるならいいよ。クマちゃんのハンカチ、あれハンカチなんよ、めっちゃ可愛かった。うん、うん、あいちゃんおやすみ、ありがとう。カバンに常備しておかないと落ち着かん。折りたたみ傘ね、確かに。でも何かと便利ですよね。日差し強い日やったら、まあ、黒い傘とかやったらさ、日よけにもなるし。確かに、めっちゃ雨降ったら、ちょっと雨降ったらパパって出せるし。車には傘入れてる、ナイスです。めっちゃ喜んでくれて大満足したって。よかったよかったよかった。ウランちゃんもう卒業しちゃったか。そっか、卒業シーズンですね。みんな卒業シーズンだよ。お疲れ様ごー。ティー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 、蛍光っぽいオレンジの傘やからすごく目立ちます。いいね、マンゴーカラー意識してくれてるんかな。もう JK 終わっちゃった、どうしようって。いや、まだまだ大丈夫。3月31日まで JK ブランド、 JK ブランド使える、大丈夫。うん、まだいけるよ、まだいける。さちゃん卒業式の思い出、卒業式の思い出はもう毎回泣いてましたね。卒業式泣かんことなくないってぐらい本気で泣いてた。先生と目が合うとめっちゃ泣いちゃうし、卒業式の歌あれいかん、あれはもう泣く原因よ。うん、あ、確かにヤクルトのファン、こうやもんね、これするもん、あ、楽しそう。31日誕生日、31日、 JK ブランド終了日やん、すごい、さすが。あ、盗難防止、盗難防止に派手な色にしてます、めっちゃ面白い。心がけちゃうね。逆にどうしたら卒業式泣けるのって。え、卒業式ってさ、もう練習からなんなら泣きそうになっちゃう、なんか寂しくなる気持ちが、すごい。やっぱ楽しいとそうなっちゃうよ。うん、人と目合うとめっちゃ泣いちゃうしね。え、そう、退場すね、入場でもなく退場やばいよね。確かに、なんか先生と一緒に、先生がさ、なんかこうやってやってさ、立ってさ、一列になって歩いたりするやん、二列とか、あれ泣ける。あー、懐かしい、その感覚。うん、わかる、めっちゃ。うん、練習とか長すぎ、長すぎ、先生の話とか授与式の練習は長いなって思うけどさ、でもね、悲しいよね。なんか一日一日卒業式に卒業式近づいてくるって思うとめっちゃ悲しい。わかるわかる、お世話になった先生。だからなんかさ、あー、なんかさ、端っこにさ先生並んじゃうやん、椅子に座ってるやん、そっちの方見るとめっちゃ泣けるよね。今日も可愛すぎほっぺって、嬉しい。ディスってる？ちょっと。
娘が第一志望の高校に合格しました。すごい、娘さんいるんやん。おめでとうございます。頑張ってね、4月から。卒業式泣いたことないって、泣いたことない人多いね。うん、ここは本当の意味で、うん、留守に来たけど、高校映画は逆に嬉しくて泣いた。やっと卒業できるみたいな。そっちなったことないな。毎回寂しい方やった。で、左側に先生、もう隣先生？それ嫌だね。高校以外1秒でも早く卒業したかった。なんでよ。あ、髪切った。いいね。高校は特に早く卒業したくて嬉しかった。高校こそさ、卒業したくなくない？四季と名のつくものは泣いたことない。男性強いね。男性って泣かないんですかね、やっぱり。なんか男子なんか泣いてるイメージあんまない。うん、あんまないね。女の子がめっちゃ泣いてる。あなたたちは本当に苦しい思いをしてきたことでしょうとか言うから、もうやば。確かにそうね、ずっとコロナ禍だよね、特に。うん、私卒業式ぐらいやったもん。うん、コロナ禍1月ぐらいからやったからさ。1月とかもう学校行ってないやんね。卒業式ぐらいだった。なんか辛い思いしたの。私は早くお金を貯めて社会人を卒業して。そっちか、もうそっち行っちゃったか。うん、入学式なかったんか。そっか、オンライン授業から。オンライン授業とかあったん？うわー、オンライン授業はつらい。なんかあれだね、今って感じですね。友達とかもさ、なんか、大学で未だにまだオンラインしかやってなく、やっちゃなくて、なんか週1しか、週1って言ったかな、しか学校まだ行けてないって。そうそう、学校にもよるよね、そういうの。やり直せるのは間違いなく中学受験して別の中学行く。そんなに嫌だったん？うん。卒業式はもう泣いてばっかしでしたよ。30分経過、ありがとう。じゃあ皆さん、ランキングをね、そろそろね、読みたいと思います。今日はちょっと早いですが、はい、読んでいきます。13位は浩平さん、12位はピンクのクマさん、11位はピンクカメオさん、10位はアルカトルさん、9位はイングベイさん、8位は赤さん、7位は篠太郎とマック、その姫大好き。3月20日で31歳になっちゃう。サティワンいっぱい食べよう。6位はプレジョンさん、5位はショートさん、4位はソシさん、3位はナートマック、その姫大好き、2位はゴイチさん、1位はワサピさんでした。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。
今日もね見てくださってありがとうございました。というわけでじゃんけんしましょう皆さん、せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、ブン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 。みんな今日もありがとう。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。3月8日はトムさん の卒業公演に出演させていただくので、皆さんオンデマで見守っていただけたら嬉しいです。はい、それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。明日は日曜日だよ、みんな楽しんでね。バイバーイ。